アゴメラチンは、ノルアドレナリンドパミン脱抑製薬と呼ばれる、抗うつ薬の一つである。2009年2月24日に EU で承認されて、セルビターラボラトリーズ社からバルドクソンの商品名で発売されている。主にメラトニン受容体に作用し、セロトニン受容体にも作用する。2012年現在、米国で臨床試験が行われている。メラトニンの構造式。 このインドール感を痴漢したものがアゴメラチンである。本材はミルタザピンやスナリーのようなデュアルアクションによって効果を発現する。アゴメラチンはメラトニン MT1 にアゴニストであり、セロトニンの HT2 バイトに C アンタゴニストである。セロトニンの HT2 アンタゴニストは、青半角と腹側皮蓋屋にそれぞれ介在する抑制性ニューロンを抑制し、 前頭前皮質へと投射されるドパミンとノルアドレナリン神経系を脱抑制する。MT1 にアゴニストは睡眠の改善を図ることができるとされる。また、MT アゴニストはサイトカインの調節や活性酵素の中和などを介して、うつ病の精神免疫障害仮説によりうつ病を改善させる可能性が臨床試験により検証されている。しかし、 5HT2A アンタゴニストと同じで、MT アゴニスト単体では、抗うつ作用が十分ではなかったが、二つを統合させたアゴメラチンは、優れた抗うつ作用を有していることから、相乗して抗うつ作用を発現しているとされる。同じセロトニン 5HT2A2C アンタゴニストであり、ノルアドレナリンとドパミンの有利を促進させる。また、 ミルタザピンは 5HT3 アンタゴニストであり、他に、アドレナリンアルファ2アゴニストとヒスタミン H1 アンタゴニストでもある。ありがとうございます。